の一つ地方制度調査会設置法の規定に基づき、日本国憲法の理念を十分に具現するように、現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的として、設置され、内閣総理大臣の諮問に応じ、地方制度に関する重要事項を調査審議することを任務とする。1952年に第一次調査会が設置されて、以来、 現在までに29時にわたって設置され、地方制度改革に大きな影響を及ぼしてきた。2011年8月に第30次調査会が発足し、現在も活動中である。委員は国会議員、地方議会の議員、地方公共団体の長およびその職員並びに、地方制度に関して学識経験のある者の,のうちから内閣総理大臣が任命する。 定員は30人以内であるが、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員20人以内を置くことができる。会長及び副会長1人については、委員の5選によって決定される。委員の任期は2年。委員の構成は、近年は、学識経験者18、国会議員6、地方6団体代表6となっている。 地方制度調査会では、専門省委員会を設置して、専門的な議論を行い、ある程度審議が進んだ段階で総会へ報告し、再度審議するスタイルをとっている。専門省委員会の委員は、会長が指定する、学識経験者によって構成され、委員長は、会長が指名する。調査会の処遇は、内閣府大臣官房企画調整課において、 総務省自治行政局行政課の協力を得て処理することとされている。ありがとうございます。